皆さん、こんにちは。1970年代前半に、一人じゃないのなどの曲を次々とヒットさせ、スーパーアイドルとして一世を風靡した天地真理さん。現在は、川崎市の高齢者向け住宅に暮らしているといいます。月に家賃が14万円、食費が4万円ほどかかるそうですが、ファンクラブの方が出してくれているそうです。感謝の言葉しかありません。と述べています。65歳からは、年金が月15万円ほどもらえるはずですが、今、蓄えはないと言います。渡辺音楽出版との契約で、天地真理さんが亡くなるまで3ヶ月に1回、5万円が振り込まれることになっているそうです。しかし、全額娘に渡しており、普段の生活に使うお金は、娘が週に3回、2000円ずつ振り込んでくれて、それでなんとかやりくりしていると語っています。かつての大スターが、週に6000円でやりくりしているとは驚きを覚える人もいることでしょう。しかし、それには理由があるというのです。それは、天地真理さんに浪費癖があるからだと言います。20代の頃から良い思いをたくさんしてきて、今でもその時の感覚が忘れられなくて、お金があると使っちゃうんです。と述べています。そして、デビューから今日に至るまでの経緯を次のように語りました。19歳でデビューするとすぐにブレイクして、月給300万円もらっていたそうです。当時の300万円ですから、現在の価値にするともっと上を行くでしょう。渋谷区の松濤に 5LDK のマンションを6000万円で買って、一人で住むのが寂しくて、数年後に売ってしまったそうです。お金は母に渡していたそうですが、頼めば高い洋服を買ってくれるし、外食にもよく連れて行ってもらったといいます。そしてデビュー当時のマネージャーが、自分への投資に衣装をいっぱい買えと言っていたので、値段を気にする習慣もなかったそうです。しかし、そんな日々は長くは続かなかったといいます。25歳の時、甲状腺機能障害ということで入院し、2年間芸能活動を休止しました。しかしその内実は、本当は人気がなくなってきて、寂しくなって、うつ病になっていたのだそうです。1ヶ月入院したそうですが、その間に、渡辺プロと病院の先生が話し合って、嘘の病名を作ろう、ということにしたのが真相なのだと語ります。復帰してからは、また月300万円もらっていたそうですが、仕事が増えず、他の事務所へと転々とするようになってからは、月に50万円くらいの給料になってしまいました。しかし、浪費癖は治らず、お金に困るようになりました。1986年にはロマンポルノに出演しましたが、あれはすべてお金のためだったそうです。でも、ギャラの200万円は毛皮のコートを買って、使い果たしてしまったのだと言います。その頃、喫茶店のマスターと結婚しました。しかし、旦那さんが住んでいた麹町のマンションで暮らし、娘も生まれましたが、元亭主は仕事を全然せず、暴力を振るうし、娘にも辛く当たり、離婚の時に慰謝料はもらえなかったと言います。離婚を機に横浜市に移って、娘が専門学校に入るまで学費などで困りはしなかったそうですが、浪費癖は止まらなく、30万円するサンローランの服を買うなどしていたそうです。お金を貯めなくちゃいけないという思いはあっても、通帳にお金が残っていると使っちゃうというのです。そのような状態に陥ったために、娘ともいつも喧嘩になり、一人暮らしすることにしたのだそうです。老後とは、それをエンジョイできる余裕がある人には、第二の人生でも破産状態に陥った人にとっては悪夢でしかないでしょう。天地真理さんのケースには、病気や離婚、人気低下による事実上のリストラなど、さまざまな要因が詰まっていますが、こうなった最大の理由は、ダウンサイジングすることの難しさです。実際、ダウンサイジングは老後破産を避けるための必須事項と言われています。ダウンサイジング、または小型化とは、サイズを小さくすることを指す用語であり、物や組織などさまざまなことに関して用いられている言葉です。これは
人間の日常生活にも当てはめられて用いられることがあります。仕事のストレスを解消するために高価な買い物に走ってしまう、それに月に300万円ももらった経験があると浪費に歯止めが効かなくなりがちです。しかも周囲にも良い暮らしをしている人が多かったことが考えられます。それを意識してなかなか生活レベルを落とせなかったはずです。この生活のレベルを落とせないということが最大の問題点です。良い思いをしてしまったらなかなか生活のレベルを下げて生活できなくなってしまうのでしょう。人気がなくなった時点で生活レベルを下げていれば老後破産といった悲惨な思いはしなくて済んだのだと思われます。これは天地真理さんだけに限ったことではなく見習うべき教訓の一例と言えるでしょう。それにしてもファンとはありがたいものです。高齢者住宅の家賃をファンクラブの方が出してくれているという事実に驚かされます。ファンあっての歌手だとはよく言ったものですが、現状を考えると物理的に支えてもらっていることはもちろんのこと、精神的な助けであるというのも事実でしょう。若かりし頃は国民的アイドルとして絶大な人気だった天地真理さん、今の天地真理さんは名実ともにかつてのファンに支えられているようです。天地真理さんは本名を斉藤真理と言い、1951年11月5日生まれ、埼玉県大宮市の出身です。今では伝説のホームドラマとなっている時間ですよに出演し脚光を浴びた天地真理さん、オーディションを受けて出演が決まったのですが、実はオーディションには不合格だったといいます。西真澄さんと共にオーディションの最終選考まで残った天地真理さんですが、合格したのは西真澄さんの方でした。ところが主演の森光子さんが天地真理さんを落とすのは惜しいと考え、新たな登場人物としての出演を演出家に提案しました。この提案が採用されたことで時間ですよに天地真理さんが出演することになりました。こうして人気に火がついた天地真理さんは1971年にアイドル歌手としてデビューします。代表曲といえる一人じゃないのや恋する夏の日は誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。アイドルといえば楽曲に合わせた衣装や歌唱の合間に入るファンのエールがおなじみです。実はこのスタイルを確立したのは天地真理さんだと言われています。その後も歌手やタレントとして活躍していた天地真理さん、天真爛漫で天然キャラの天地真理さんは特にバラエティ番組に多く出演していました。そんな天地真理さんですが、前述の通り2015年からは老人ホームに入居しています。デビュー直後は月に300万円ももらっていたという天地真理さん、ところが浪費癖が激しかったためお金はあるだけ使うという生活で資産がほとんど残っていないそうです。売れっ子になると寝る暇もないほど忙しくなってしまう芸能界、そのため病気や体調不良により休養する人が少なくありません。天地真理さんも過去に表向きは甲状腺機能不調により芸能活動を休止したことがありました。1977年1月23日に東京千倍病院に緊急入院した天地真理さんは約1ヶ月後に退院するも芸能活動は休養することになりました。休養期間は2年半にも及びました。復帰後の会見で、とにかく私は歌が好き、私には歌しかないと語ったのが印象深いです。しかし先ほども触れましたが、2015年になって天地真理さんは休養が甲状腺機能の不調によるものではなくうつ病だったことを明かしています。デビューからトップアイドルとして活躍した天地真理さん、当時天地真理ブームが起きるほどの人気ぶりでした。ブロマイドの年間売上数1位を記録したり、下敷きなどの文房具もバカ売れしたりしたそうです。特に当時ブリヂストンが発売したドレミマリちゃんという自転車は大ヒットとし、女の子がみんな欲しがったアイテムでした。しかし年齢とともにその人気は衰え始めます。今と違って当時のアイドル歌手というと人気者でいられるが期間はとても短いものでした。徐々に人気が落ちていくことが不安になり、うつ病になってしまったというのが実情だったそうです。多忙のあまり心身のバランスが崩れ、将来の不安も重なり心の病気になってしまったのかもしれません。デビュー当時の天地真理さんは身長が158センチメートルで体重が46キログラムとスラッとした体型でした。あなたの心の隣にいるソニーの白雪姫というキャッチフレーズも納得の可愛らしさでした。
ところが天地真理さんは1990年代になるとぽっちゃり体型に変化していきます。バラエティ番組では変わりすぎた体型をいじられることが少なくありませんでした。天地真理さんも体型を気にしていたのか、ダイエットに取り組み3ヶ月で 17kg の減量に成功したこともあります。スリムになるって素敵なことね。天地真理の白雪姫ダイエットという書籍も出版しています。ですが天地真理さんはリバウンドをしてしまい、ぽっちゃり体型に元通りとなってしまいました。おおらかな性格だから体型もおおらかになったと開き直ったようです。若い頃にアイドルとして活躍した人の多くが全盛期の顔やスタイルをなんとか維持しようと頑張ることが多いと言われています。その結果残念な感じになることも少なくありません。しかし天地真理さんのように開き直って自然のままに年を重ねるのも素敵なことだと思われます。今も天地真理さんのファンという方々は天地真理さんの少女のような天真爛漫さに惹かれているのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は天地真理さんのこれまでの経歴と現在の様子について深掘りしてきました。天地真理さんは雑誌のインタビュー記事で天地真理さんが老後破産しているという記事が出たことがあります。人気絶頂期に若くして膨大なお金を手にした天地真理さん。天地真理さんのこれまでの様子から学ぶことは、本人も述べている通り生活水準を落とすということはなかなか難しいのだということでしょう。特にお金があるだけ使ってしまうような人にとってみれば、それを止めてくれる人が周りにいるかどうかで変わってくるでしょうし、人気の変化をもろに食らってしまうような芸能界などで活躍している人は日々自分の生活水準について見直していく意識が必要なのでしょう。一般の人でも同じことが言えます。いつ何時病気災害リストラなど突発的なことが起こるかは誰にも分かりません。そうなった時に困ることがないよう意識しておく必要があることは、天地真理さんの事例からも十分学ぶことができるのではないでしょうか。2023年現在、天地真理さんは表舞台に出ることはありませんが、自身の個人事務所天地真理ファンクラブ事務局で活動中です。主な活動としてはスクリーンコンサートを開催しています。娘の真帆さんのツイッターなどでたびたびその様子が公開され、天地真理さんの美しいファルセットを聞くことができます。ファンにとってはこういった活動は嬉しいのではないでしょうか。お金の使い方には問題があった天地真理さんですが、もともと優しい性格のため周囲からサポートを受けながら幸せに暮らしているようです。これからもファンを大切に健康に気をつけて過ごしてほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。